ザリア、今頃どうしてるのかな。絶対一緒に帰るんだから。できるはずです。そうですよね、私負けません。私の姿だからって容赦しないんだから。私の名前を。まだ思い出しませんか。私はイリスです。
もうずいぶん前のことですが、友達と喧嘩になり森を飛び出してきたというあなたと出会っているのです。あの時の、またお世話になっちゃいましたね。私は何もしていません。あなた自身の強い気持ちが闇を打ち払ったのですよ。私に友達を助けられるかな。きっと大丈夫。自分を信じて前に進みましょう。ありがとうございます。私絶対友達を助けます。あなたがその過酷から救われることを祈っています。はい。じゃあまたどこか